楽天伊藤有利也内野手28が28日仙台市内の球団事務所で契約交渉に臨み100万円増しの年俸1950万円で公開した6年目の今季は44試合に出場し打率2割6分1厘2本塁打10打点初めてとなる左翼での出場なども経験し数字だけ見たらダウンよりかと思っていたが 数字以外の部分を評価していただけたとした一方、レギュラーを取れなかった面はすごく悔しい気持ちが一番あるんですけど、それとは別で、試合に出られない状況でモチベーションを保つ難しさも大きい部分を占めると振り返った。1軍昇格後の9月14日の日ハム戦では、自身初となる4安打。9月17日のロッテ戦では10回裏に代打で出場し、初のサヨナラ打を放ち、勝負強さも見せた。 能力や技術を加味し、こういう状況でどうしたらいいか、三木監督と2軍で話したことで、選択肢が増えたと手応えも感じた。来季はうちの、外野ともにレギュラー争いが想定される。最低でもキャリア杯、試合に出れるポジションで出る。今オフは走行手すべてにおいての強化と体づくりを徹底的に行い、求められた場所で咲く準備をしていく。